蒸気で紙が焦げてますよ。これは加熱水蒸気といって物を焦がすことができます。水蒸気って100度だと思ってました。フラスコで飽和蒸気を作って缶の先から出ているのは約100度です。それをバーナーで熱していくと100度以上の加熱水蒸気になります。なるほど、すごいですね。こちらの家電は加熱水蒸気で調理する家電です。加熱水蒸気って何か利点があるんですか？ビタミン C 等の栄養素は酸化によって分解されてしまうんですが、こちらは庫内を加熱水蒸気に満たすことによって酸素を追い出してビタミン C が分解されるのを防ぐんですね。余分な塩分や油分を減らすという利点もあります。美味しくって健康にもよくって理想的ですね。そうですね。おー、上段がゴロゴロ野菜焼き、下段でお惣菜を温めてます。わあ、すごい、2つ同時にできるんですね。おいしい。油が全然しつこくないです。お家でこんなサクサクなお惣菜が食べれるなんて最高じゃないですか。では家電を、こちらの商品名を教えてください。こちらですね、炙り焼きでローストビーフも美味しくできるんですよ。ローストビーフいいですね。でも温度管理難しいですよね。まず炙り焼きで表面をしっかり破って、はい、水蒸気満たしてこう低温じっくり焼いていくんですかね。家庭でローストビーフ美味しそうですね。商品名は今回も教えてもらえませんでした。